彼もまた自分の体操の理想を追求し続けた体操選手である。永吉優、24歳。全日本シニア大会が約1年ぶりの実戦の機会となり、練習を積み、コンディションもしっかりと整った状態で試合に臨むこととなった。しかし、1種目目のつり輪の着地の際に、まさかのアクシデントに見舞われた。脛骨骨折、腓骨骨折、足を支える大事な2本の骨を折ってしまったのだ。無事に手術を終え、入院生活を送る彼からコメントが届いた。こんにちは。入院生活3日目になります。だいぶ慣れてきたんですけど、すごい痛いし、暇だし、寝れないし、痛くて寝れないのが続いても2日間寝てません。ちょっとだけ足はい、ここまでしていきましょう。ちょっとね、観覧中、閲覧中なんで。じゃあまた。彼が競技復活するまでの期間を密着取材し、勇気と希望を皆さんにお届けする物語で